私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は新型コロナ感染後遺症認知機能障害が長く残る調査論文が発表されましたのでそれについて解説します。これはマウント・サイナイというニューヨークにある病院の調査でそして認知障害の対策についてもお話をします。 10月30日の報道ですが、コロナ後遺症、認知機能障害が長く残ることが明らかにという報道がありました。これは、ホーブスの報道ですが、えー、新型コロナウイルス感染症にかかってからですね、何ヶ月もの時間が経過しても多くの患者に認知機能の低下が見られるということで、えーまあ、いわゆる頭にもやがかかったように、ぼんやりして思考力が低下するブレインフォグ、 と呼ばれる症状感染後に長く続く新型コロナウイルスの後遺症に悩まされる人の多くに共通しているという報道ですさてでは元の論文を見てみましょうこちらが10月22日に公開されたジャーナルオブジアメリカンメディカルアソシエーションの論文ですがコロナ感染後の患者における認知機能の評価という論文です これは2020年の4月から21年の5月にかけてマウント災害イイヘルスシステムのレジストリーでフォローアップしたコロナ患者から得られたデータを横断的に分析しています。研究参加者は18歳以上で、えー、認知症の起用はありません。そして評価はですね、ここに書いてあるような注意や作業記憶、それから処理速度と実行機能、 それから言語であったり、記憶のエンコード、早期認識を用いています。そして統計解析を行ったものです。ではデータを見てみましょう。これはですね、対象患者が必要なのですが、コロナで感染した患者の外来患者、つまり軽い症状の方ですね。それと入院をされた、つまり重症な患者と考えてもらっていいんですが、それを比較したものです。 そして入院患者は外来患者に比べて注意力実行機能カテゴリーの流暢性記憶エンコーディング記憶基礎の障害を持つ可能性が高かったということなんですがこの赤の四角で囲っているものなんですがオッズ比が入院で全ての項目で高くなっているんですがカテゴリーの流暢性であったり注意というものが 非常に悪いデータというふうになっています。そしてこの論文ではなぜそうなったかとか、治療法に関しては、えー、記載がないんですが、それに関して考えてみましょう。まずコロナ感染後に認知症になる原因としては脳の炎症。これはもう明らかになっていますね。そして血栓がたくさんできるので、血栓が影響している可能性もあります。 そして、全身の免疫の低下が起こっているので、免疫低下で認知症になるということが最近明らかになっているので、その可能性もあります。また、コロナに感染すると、糖の代謝が低下するという報告が多く出ているので、これも認知症のリスクファクターとなっています。そして、この全てが酸化ストレスが大きく関与しています。 私が開発した抗酸化配合剤で、まあ、世界初の認知症予防に成功しているんですがジャーナル・オブ・アルツハイマー・ディジーズに出された論文ですが、えー、軽度認知障害の方にですね えー、抗酸化配合剤を投与するとですね、MMSE とそれから長谷川式スコアという2種類で優位、えー、に認知障害が改善されたというデータが得られています。またこちらは岡山大学の論文ですが、えー、抗酸化配合剤を投与すると、えー、脳に沈着するアミロイド β がマウスのモデルで減っていることが明らかになっています。そしてこちらがですが、 脳内の炎症性物質やそれから酸化ストレス物質がですね優位に減少しているというデータが得られていますそして加齢によって新しくできる神経細胞数が減ってしまうんですが抗酸化配合剤を投与しておくとそれが減らないというデータも出ています 以上をまとめますと、えー、抗酸化配合剤の複合作用が効果があるのではないかというふうに考えているんですが、酸化ストレスの低減、それから新しくできる脳の神経細胞の増加、それから糖代謝の活性化、ミトコンドリア代謝の促進、オートファジー維持、炎症抑制、免疫能上昇というエビデンスがありますので、コロナの後遺症にも効果があるのではないかというふうに私は考えています。 さて、これは、今東京株式会社調べのアンケートなんですが、新型コロナウイルス、後遺症で改善された症状がありましたかというデータなんですが、半数以上がですね、効果ありと回答されておりまして、この中には認知機能も含まれています。詳細なデータは、また別の機会に報告させてもらいたいと思います。現在、新型コロナ感染症の後遺症、 ワクチン副反応の症状に悩む方々にですね、抗酸化配合剤の無償提供をしていますので、ぜひこの機会に応募をしてください。こちらが抗酸化研究室についての情報です。